こんにちは、織姫香織です。今日は好きを仕事にの同じく笠子さんのインタビューをさせていただきます。笠子さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。もう笠子さんといえば、もう好きを仕事に、そして久しぶりに、今ズームでお会いしているわけですが、前回お会いしたのが2019年の11月の大阪のイベントで、なんとですね、私は笠子画伯にこのような絵を描いてもらってます。後でまた、はい、この辺に出しておきます。もう私の話を聞きながら、スラスラサラサラと織姫のことを引き出して描いてくださいました。ありがとうございます。ありがとうございます。この時以来ですね、はい。そして笠子さんといえば、セルフマガジン2016年の、私まだ世界が織姫に なる前に、県立学校の、まあ、教員というか地方公務員をやっていた時に、Facebook のタイムラインに笠子塾のことが流れてきて、で、好きを仕事に、何これと思って、そしてそこで申し込みました。それが2016年の11月でしたね、はい。で、その笠子塾に2月3月と参加して、その時に笠子さんのこのような笠子マガジンという2016年の1月笠子マガジン6、で、これを見れば笠子さんのことが本当に丸分かりの一冊、凝縮されていて、もうすごいなと思ってですね。なんかそろそろ自分に言い訳するのをやめないかから始まって、人生の転機が会社を辞めてアジア放浪とか椎間板ヘルニアとか、そういうのがいろいろこう書かれていて、そして14ページのこのすごろく、人生すごろく、これでもう笠子さんの誕生から直近までのことがすごろくで、もう丸分かり で、私今インタビューをいろいろといっても数人なんですけど、させていただいて、本当に皆さんのことを知らなくて、生い立ちから聞いてるんですけど、笠子さんの場合はこのセルフマガジンを読めば本当にもう丸分かり、一目瞭然お仕事内容から何から、ご家族の他の方の印象からですね、なんかいろいろ記載されてますので、もう何も聞くことはないかと思っています。そして衝撃を受けた一冊がこちらです。この月を仕事にする独立企業の教科書、こちらです。もうこれで笠子さんのもう見開きが、まずそれであなたは何がしたいんですか、これですね。で、次のページが、それであなたは何がしたいんですかが延々と書かれて、3枚目をめくると極めつけ、それであなたは何がしたいんですか、もうこれ本当にもう一番大事な質問ではないかと思います。自分のしたいことが分かってない方というか、本当はあるにもかかわらず、こう世の中に合わせたり、周りの大人にあなたはこんな風に生きなさいよとか、最初から人生のなんかレールが敷かれていて、そっちに生きなきゃいけない、本当はこんなことがやりたいのにっていうことをもう忘れてしまって覆いかぶさって生きている方すごく多いんじゃないかと思うんですよね。そしてこれが本当に究極のその、なんですかね、根幹というか、そんな感じがしていて、これを私は笠子塾に当時まあ、ちょっと勤めてましたけど、本当に時間を本当に作って、もう全4回のうち、まあ、1回はどうしても作れなかった で3回、それでもデータはいただけましたので、でまずその好きを仕事にしている人たちの中に飛び込まないとわからないと思ったんですね。感覚とかもう考え方が、私も物の捉え方とか全然変わりましたので、そのお勤めの時と自分でなんかこう
まあ、起業というかするようになって、全然もう脳が、中身が本当に違う、回路が全然違うところが動いてるというか、でそういうのに触れるいい機会になりました。とてもかさこさんのかさこ塾というのは、なんか一方的に、まあ、講義を聞くとかではなくて、もうどんどん実践していくという風で、でそしてそれも卒業生の方々が後ろでこう最後のプレゼントか見に来られて、すごいいろいろこうした方がいいですよとか、意見を、こう生の意見が聞ける。でそこが何がしたいのかというところが一番揺れれますね。本当に行くだけで、その場に身を置くだけで、みんながそういう人たちなので、なんか見えないところが揺れますね、この辺の。そしてそれにこう揺さぶられるので、それがどんどんこう弾けて、そして私その時かさこさんにもまあいろいろお話とか、したんですけど、まあ、10年後にまあこういう好きな仕事でって思ってたんですけど、もうそれから半年後にこういう仕事を、今の織姫になりましたので、もう10年分をそのさっきのすごろくで言うとコマ送りしたような気分になっています。ですので、なんか、そう、とってもなんか、好きを仕事にっていいもんだなって、今、本当に思っています。なんかちょっと長々と、かさこさんの紹介を一方的に接点を交えながらさせていただきました。あ、そして、最後の質問は、まあ、これ、かさこさんのことはもう見ればわかる。でも見えないところは心ですね。はい。でもそれをもうちょっと待ってください、かさこさん。はいはい。一つ忘れてました。こちらです。2017年のかさこ塾フェスタ福岡、はい。この7月に行われたこちら。こちらを私はまだ、もう世界が織姫になる、まだ数ヶ月前でしたが、思い切ってこちらに副業禁止だったので完全無料で参加させていただきました。はい。これが本当にこうやって実践の場がありますので、これを見てみると、あの人もこの人もいらっしゃったというような感じで、こういうなんか、もうやってるうちに、もうなんかそうなっちゃってるような気持ちに、もう自分がもうなって、で、今生きてる世界の方が違和感を感じるようになってきて、それで、まあ、そんな感じで、今の私があります。一番最初に話した、大阪のことは、また関連ブログ記事を、また、上げておきますので、そんな感じですかね、かさこさん。いかがでしょうか、接点を交えたお話。だから、こんなんだったっけな、みたいな風ですかね。公務員だったんですよね、塾受けられた時はね。で、副業禁止で公務員だけど、やりたい、でも副業禁止公務員でも辞めるっていうのもどうかみたいなところもあったけれども、かさこ塾行って結果的に10年後が半年後ぐらいに辞めて、でもすごくうまくいってますよね。素晴らしいと思います。良かったと思ってますね、本当に。あとね、多分その公務員やりながら好きなことやってても、なんかやっぱりモヤモヤ感が多分ねあったと思うんですけど、なんか誰かから言われるんじゃないかとかね、対価をもらえずになんで無料でやり続けなくちゃいけないんだとかね、なんか気を使いながらやらなくちゃいけないんじゃないかとかありましたけど、本当に独立してから表情がもう全然違いますもんね。ね、だからね、本当好きな道を行ってよかったですよね。本当にありがとうございます。これを、まあ、なんかこういいものは本当に紹介とかシェアしていきたいなと思っています。本当に最初は本当にかさこさんの Facebook のタイムラインを見ても、あ、なんでかさこさんの記事じゃない人がたくさん載ってるぐらいの認識だったんですよ。最初 Facebook もそんなにログインとかしてなかったので、もう今その気持ちがすごくわかりますね。なんかこうシェア、いいものは本当にシェアしたいなって思いますし、はい、
そういう意識から本当全部変わっていったかなみたいな風ですね。さあじゃん、あ今15分ぐらいですね。あの笠子さんに聞きたいことは、はい、究極の質問というのは、はい、その目に見えない心の方なんですけど、はい、このこれに書かれてないハートの感覚というか、それはやはりその最初の会社員のこのサラ金社員からとかいうところからどんどんこう変遷をたどられ、今の笠子さんにこうなられて、その辺のハートの感覚は今どんな感じなんでしょうか。まあ心地よいのかそれとも不快なのか、そんなもうちょっと分かりきったるような質問のような感じですけど。心地よいですね。ですよね。うん、ね、それが聞きたかったんです。もうなんかもう感無量って感じです。それを聞けてみたいな。うん。嬉しいですね。そういう。あの、うん、私、笠子さんをインタビューするにあたって、とてもあのドキドキして、あのどうしようか申し込もうか、笠子さんの誕生日企画でと思ってた。なぜだと思いますか？それはですね、うん、あの何ですかね、例えばですよ、あの今日言葉っていう日なんですけど、25日言葉で笠子さんの発信とかは、私はなんかこう何ですかね、こう方便でとか、なんか戦略でとか、そういう風なのがなんかこう分かるというか、あの なんていうか、あの全然そのそうよねってこう思うんですよね。いろんな言葉尻とかいろいろ使われてても、その人自身の出してるそのここら辺のものはどうなのかっていうところを見るお仕事をしてますのでみたいな、そっちが一番大事だと思ってるので、妙に惑わされたりしないんですよね、こう表面とかで、うん、そうなんですね。それでだからこその笠子さんのその洞察力とか、なんかその、なんか、すごく、うん、捉えてる面が、ハートからと、なんか分析力と、あと日々の実践力、ここが全然違うなと思っていて、それが本当に発信する面でもとても参考になっていますし、あと、まあ、記録とかそういうものも大事にされているからこそ、こういうマガジンとかができるわけで、そういう、うん、だからそういうところが実際そう、どういうふうにあの本当に見透かされてるっていうふうな気がしていますので、ふふふとか言って、はい、そこが何て言うんですかね、なんか絶対嘘はつけないし、まあ、ついてませんけど、あのそうなんですかね、そこがとってもなんか、うん、穏やかさの、そのなんか、穏やかさと、なんかその鋭敏なところっていうか、鋭敏、機敏、こう、そういう鋭いところ。うん。それが、まあ、ちょっと、勝手に、ちょっと、畏敬の念というか、なんか、ちょっと感じてます。ありがとうございます。じゃあ、そんな感じで、このインタビュー企画は大丈夫ですかね？こんな感じで大丈夫ですかね、締めてもらってもね。はい。はい。はい、というわけで、受講を受けた感想から出会いからね、いろいろ語っていただきありがとうございました。こちらこそ。